給料日いっぱいたんですよね、12月の。そしたらなんか入ってないなみたいなお金が。今だから言える、日本から海外に行く前にこれだけやっとけばよかったっていうのない？もうちょっと。これ何？女の子見てんのかな、これ。綺麗な子たくさんいますからね。海外移籍したところがスポルティングロケレン、はい、でここ今ウィキペディアで見たらすごいね、はい、結構ね意外と古豪なんですよ。古豪だよね。古豪で今すごいことになってると、はい、そうまず、クラブが抱える負債額が500万ユーロ、はい、約5億8400万円の負債があって、破産宣告を2020年にして、で今4部のテムセというチームに吸収されて合併されたと。で今名前が KSC ロケレンテムセとして再スタートした、はいっていう形なんだけど、はい、ジュンが行った時は1部2部ですね、はい、もう降格した1年目ってことだ。あ、そうですそれで1年で上がりたいから補強をして、はい、どんな感じなの？日本人選手で海外行く選手ってたくさんいると思うんだけど、こう経営破綻したチームに実際いたっていう選手、はい、俺聞いたことないんだよ聞きたいのは、はい、まず給料がどうだったのか、ここ一番聞きたい、はい、7月に移籍したんですけど、そっから12月ぐらいまではしっかり払われていて、そっからなんか給料日迎えたんですよね、12月の。そしたらなんか入ってないなみたいなお金が、はい、で12月に入りました。普通だったら給料日が月末だよね、海外の、はい、そうです、日本もね、はい、で月末に入ってるはずの給料入ってないと、はい、そう FIFA とかがさ救済してくれないの？ベルギー協会がなんか破産基金みたいな感じで、うん、補填してくれるっていう話で、いくらかは給料未払いの分戻ってくるんですけども、全然その額が足りないですけど、あ、いくらか戻ってくるみたいな。で純の場合は、1年契約でしてローンで行ったんでしょ、マリノス。はい、そうです。で10月、まあ、12月に給料未払いになって、はい、でその後どうなったの？その後ももうずっと入ってこなくて、なんだかんだシーズンラスト2試合になったところで、これいよいよストライキするかみたいな練習もボイコットか、選手同士が、そうです話して、ほうほう。で最終節2節前から練習をボイコットみんなでして、あ、結構したんだ。はい、まあ試合2日前ぐらいになって、まあ、監督とか、まあ、キャプテン含めてチーム全体でどうするみたいな試合をしたところで、まあなんかお金というよりはロケレンを応援してくれる、うん、まあサポーターのためにここは、まあ、残留もかかってたんでやろうっていうところで、みんな一致団結して2日前から練習して試合に挑んでって感じですね。でその試合どうなったの？勝ったっすね一体感まで強かった、その時の方が。やっぱメンタルとかその一体感なんだろうな、はい、勝つって。そうですね。何対何で勝ったの？それは2対1っすね。え、ジュンは90分してロスタイム劇的に俺が決めて勝ったんです。本当にこれは嬉しいな、はい、マジ嬉しかったですね。結構人生のサッカー人生の中の1ページそれハイライト出てくんじゃない、はい、いや出てきますね、あのシーンは完全に。プレーはどうだったの？ベルギーリーグ、はい、聞きたいのは、純のアマジュンのフリーキックはベルギーでも通用したのか、はい、いやフリーキック多分一本も入ってないか、決めてなくて、で、まあ、チャンスもまあそこそこあったんですけど、なんかやっぱりグラウンドのすごい、チュン君も分かると思いますけど、もうぐちゃぐちゃ泥みたいな状態なんですよ。泥っていうかぬかるんでるというか、うん、だからなんかキック踏み込み足も滑っちゃうし、なかなか適応できなかったなっていう風に思ってますね、フリーキックに関して。じゃあもうシュンさんとかすごいんじゃない？やっぱめちゃめちゃすごいっすね、まあ、もちろんマリノスでちょっと一緒にやる3年ぐらいかやる時あって、フリーキックの練習もずっと見させてもらいましたけど、やっぱり10本蹴って10本同じとこ行きますから、すごいな。本当に？いや本当っす、マジびっくりします。すごいな。しかも海外であんだけ決めてるじゃん。いや海外のブランドで、まあ実際僕も経験したから言えますけど、すごいっていう人もいますよね。体は変わったの？いや、なんか最初行った時ぐらいにやっぱりフィジカルコンタクトの部分で少し劣ってるとこを感じたんで、筋トレ増やそうかなと思ってやったんですけど、逆に体が重くなって、自分の本来の良さが出せなくなってしまったんで、そこで一回やめてキレで勝負しようっていうところにもう一回戻ってて、調子もっていう感じで、体重とかそこら辺は変わってないです。ジュンの場合はプレイスタイルが独特だもんね。相手の重心の逆を取るのが上手い選手じゃん、はいはいはい、それをずっと見ながら間合いも伸ばして伸ばして伸ばして、はい、ギリギリ前伸ばす選手だから、はい、体のコンタクトっていう感じじゃないもんね。そうなんですよね。他のプレイはどうだったの？そのジュンの今言ったような、はい、間合いを限りなく伸ばして相手の逆を取るプレイスタイルっていうのは、はい、日本と違うじゃん。やっぱそうですね、最初はやっぱり、まあ、相手のリーチだったりとか、そのスピード感とか、あのグラウンドでも馬力がとんでもないじゃないですか、うん、特にアフリカ系の選手が半端ないですよね。なんでそこにやっぱり苦労したというか、戸惑い感じた部分があったんですけども、最後の3ヶ月ぐらい、シーズン終盤になってからやっと自分のプレーがしっかりと思い通りのプレーができるようになってきたんで。それなんでなの？間合い
とかマリノスとかってやっぱ試合とか距離感よくてポンポンってつながるじゃないですか、パスも。そうね、うん、でもやっぱ距離感とベルギーリーグだから分かんないですけど2部だし、うん、まあ、距離感とかサポートっていう概念があんまなんか海外の選手なくて、うん、至る所で1対1が始まる。そうだね、そう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 、うん、そこに少し苦労してやっとそこも理解して、やっぱり自分でどうにか打開しないといけないなっていうところを感じて、そこからですかね、うまく自分のプレーが出せ始めたの。なんかこれは通用したみたいなのないの？キックフェイントとかよくやるじゃん。そうです、相手外すドリブルだったりとか逆つくトラップとか、うんうん、まあ、持った時は結構通用したようなイメージはあります。逆にこう今だから言える日本から海外に行く前にこれだけやっとけばよかったっていうのない？もうちょっと取り返しのスパイクに慣れておけばいいでしたね。固定しか入ってこなかったから。そう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 、固定しか入ってなかったからやりづらくて仕方なかった最初マジ。それもさ、まあ、有益な情報だよね。いやそうですね、日本ってさグラウンド良すぎるから。いや本当ですよ、取り替えなんてまずいらないじゃん。まああってミックス履くか履かないかみたいな感じじゃん。そうですね、ミックスすらも履いてないでしょ。もう履いてないですね、固定だけでいつも、うん、で海外行って取り替えミックス取り替えですね。やんないとプレイできないんだよ。分かる、分かるわ。俺の場合は半年でももがめちゃくちゃ太くなった。マジっすか。体がもうめっちゃ変わった。普通のご飯食べて、まあ、筋トレとかもガシガシやってるわけじゃないのに、はいはい、体重が4キロ5キロぐらい増えて。そうなんすね。だからまあジムも変わったのかなと思ったけど、体感的には変わってないですけど、日本戻ってきた時スピード感だったりとか馬力の部分とかはやっぱり出てきたかなっていうのを少し感じましたね。うん、いいね。釘みたいなめちゃめちゃ長いスタッド履いてる選手がいましたから4本とかで。俺削られたら足貫通すると思いながら。4本って前4本の後ろ2本のやつだろ。そうそうそう、貫通するなあれは。フォワードはさすがに履かないけど、ああいうのはディフェンダーとかやっぱ履きますね。だね、足踏まれたらすごいもんな。やばいっすよ。え、ジュン、それでなんか写真ないの？いくつか、みんなでご飯とか、盛岡とか久保とか、例えば三好もいたし、まあ、シントドロイデン組もいたりして。もうそれこそ一緒にご飯食べたもんな。そうそうそう。ベルギーで。誘ってくれたじゃないですか。そうだよな。だからあそこからまあまあ近いってことだよね。そうです、そうです。あそこアントワープだったし、アントワープも結構行きました、ね。だってお金入ってきてないのに生活しなきゃいけないわけじゃん。そうです、そうです、そうです。金切り崩して。なんかあの、ベルギーで、給料の支払い形態がなんか特別というか、年に2回、まとまったは大きいサインフィーっていうのがドーンって給料の3分の2ぐらい入ってくるんですよね。でそれが7月にまず入って1回目のサインフィーがあって、2月ぐらいにもう1回2回目のサインフィーがあるんですけど、それ以外の10ヶ月かは本当に3分の1がちまちま入ってくるというか。え、マジで初めて聞いた、はい、めちゃめちゃ特殊だね。そうです、そうです。なんでまあサインフィーでっかいのまず7月に僕は行った時にバンと入ってきたんで、うん、まあそこまでなんか切り崩してとかはなかったですけど、そのもう1個でっかいサインフィーが2月にあって、それが入ってこなかったんで、うんうん、結構な損というか。まあね、いや、はい、それは損だよね。みんな結構集まるの？その日本人結構集まった、多い時週2とかで集まったりして、そうですね、みんなでご飯食べてって感じですかね。何食べんの？日本食食べんの？やっぱゲントなんですけど、ゲントにその日本人の駐在さんの奥さんというかなんか方がいて、その人がすごいよくしてくれて、みんな集めて料理振る舞ってくれたりとか、そういうのがあってみんなでそこの家に集まってって感じでしたね。いやそれは助かるね。いやめちゃめちゃ助かります、本当にその人に頭上がんないです。何が一番美味しかった？美味しいっていうか心に。納豆サラダ。納豆サラダ。シンプル、いいね。マジで美味しかったです。あとその街並みみたいのないの？ラマジュンが選ぶベルギーの思い出の街並み。これ何、女の子見てんのかなこれ。綺麗な子たくさんいますからね。たくさんいるからね。はい、けど違うね。これ何見てんのこれ？あのそこにすごい川が流れてるんですよね。そこを眺めてたと思います。多分この時は。こんな望遠鏡いるぐらい何か見てほしいものがあるの？特になかったです。ないけどあるんだとりあえず。はい、だけどゲントでいいスポットを挙げるとしたらどこ、まあ良さを一つ挙げるとしたら。やっぱり夜の雰囲気はこれぞなんて海外というか、日本にいたら絶対見れない光景だし、ここにやっぱ住めるっていうのはすごい一つの特権なのかなっていう風にずっと感じてましたね、夜行くたびに。夜のライトアップがすごいの。いや雰囲気全部がすごいの。すごいっすね、やっぱり川流れてそこに階段とかあって、そこに座りながら黄昏たりとか、うん、まあちょっと純スナフキンっぽいとこあるもんな。夜の街並みをとりあえず見れるんだったら見てほしい、はい、いやもうぜひ。あの空気感がいいと。いや素晴らしいですね。じゃあ次の写真、これ何、点取った後？そう、試合終了後なんですけど、思い出の試合の一つというか、あの決勝点
点取ったボイコットした後に、ね、この試合なんで小池もしっかり映ってるんで、あ、3番3番寒そうだね、ちょっと。いや、めちゃめちゃ寒かったっす。何度ぐらいなのこれで。0度とかじゃないですか、そんぐらい。いや、マジでそうだよな、あっちは寒いもんな。足凍りながらサッカーやってましたよ、ね、で、これ奥に見えるのがサポーター。あ、そうです、そうです、そうです。これで何千人ぐらい入ったの2部で。5000、6000ぐらいは入ってたんで、2部にしてはやっぱり多いっていう風に僕は感じたんで。スタジアムのキャパはどれぐらいなの2部で、平均。三つ沢は一発ぐらいの収容ぐらいですかね。1万人ぐらい。そうですね、マックス。やっぱりあっちの人たち声でかいじゃないですか。だから少なくても迫力感じて、まあ、体もでかいしな。そう、応援がマジででかくて声が気持ちいいよね。いや、本当そう。本気さがやばいっすよね。日本も本気なんだけど、こう表現の仕方がちょっと違うのはあるかな、はいはい、確かにね、はいはいはい、これがアマジュンのサッカー史に残るハイライトの試合ね。いや、これはマジで思い出に残ってますね、相当。なんかでもその次の最終節の試合があるんですけど、うん、その試合はあのダービーというか、そのチームは俺らに勝ったら昇格できる一部にっていう試合で、俺らも残留かけて勝たないといけないって試合で、まあダービーだしめちゃめちゃ人が入って、すごいシチュエーションだね、それ。それでしかも俺らは倒産寸前で、もう一体感はすごいっていう状態で経験したあの試合っていうのは今もちょっと鳥肌立ちますね、雰囲気とか。で、結果どうだったのその最終戦は。あ、負けました、 2-0 ぐらいで。もう完敗。完敗でしたね。そこは今鈴木武蔵選手がいるあのベーシュコットっていうチームで、結構やっぱ強いチームだったんで勝ちたかったですけど、うん、まあでもああいう試合やっぱなんかザ・ヨーロッパって試合を経験できたんで楽しかったですね。本気のね、ダービーのね。そう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 、もうぶつかり合いというか、あれは楽しかったっすね。気持ち、そうね、楽しいんだよね。そうっす、海外の試合、まあ、Jリーグも楽しいけどちょっとまた違うよな。また違うっすよね。で、勝った後のあの喜びも嬉しいしさ、もうビールもうみんなめちゃめちゃ飲むからすっごいびっくりしてね終わったのピザとか。そうね、すごいっすよ ね、貴重な写真はありがとう。